たいと思います。天に申します。父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。主よ、今本当に私たち、十字架にかけられて私たちの身代わりに死なれて死んでくださったイエス様の、にまた十字架を仰ぎたいと思います。イエス様、あなたは、十字架にかかって、主よ、本当にその時私たちの罪や汚れ、そして呪いや病、一切の悪しきものをすべて背負って、あなたは十字架で死んでくださいました。主よ、そのことを信じることによって私たちは、もう死ななくていいんです。主よ、本当に命が与えられていることを感謝します。主よ、私たちはあなたが死んでくださったので、本当にもう病に苦しむこともなければ、主よ、本当に呪いに縛られることもありません。主よ、あなたにあって解放されて、そして神様の子として歩むことができるこの恵みを感謝します。今どうぞ私たち本当に胸に手を当てて、心を神様に注いで、主よ、本当に感謝したいと思います。主よ、あなたの十字架ありがとうございます。主よ、あなたの贖いをありがとうございます。主よ、今どうぞまた一人一人に触れてください。どうぞ痛むところがあったら、もう十字架で癒されましたと宣言し、そしてその痛むところがもう本当に、癒されていることを信じて、主を祈り続けることができますように、どうぞ一人一人を強めてください。そしてあなたの、御業は本当に計り知れません。主よ、あなたの御手は、主よ、私たちには高くて本当に分かりませんけど、あなたにすがるなら、あなたにとどまるなら、私たちは、確かに本当に確かに、道が守られることを主を信じます。主を感謝します。どうかこの小さな群れをあなたが愛して憐れんでくださっていることを心から感謝します。主よ、あの先生がこのグレースチャーチに建てられていることをありがとうございます。主よ、どうか、もうすぐ日本に、行かれますけど、主よ、どうぞ必要本当に全て満たしてください。そしてまたこの、日本に行くまでの間に全ての用を、済ませることができるように先生を力づけてください。神様、今日また語る御言葉、主よ、あなたがいつも与えてくださっていることを感謝します。主よ、さらに油注いでください。祝福してください。お願いします。そしてまた本当に、日本では、見たことも、本当に私たちが心で思ったことも聞いたこともないような恵みと祝福のが追いかけてきますようにお願いします。主よ、私たちは、本当に一つ一つあなたに委ねていきます。どうぞ、あなたが整えてください。また先生の留守の間も、主よ、どうぞあなたの御手の中で守ってください。お願いします。主よ、私たち一人一人本当に使える心と愛する心、そしてまた許す心をあなたからいただいて、主よ、喜びと愛を持って、主よ、本当にこの教会を守っていくことができますように、主を助けてください。主よ、どうか今また子どもたちのために祈ります。主よ、どうぞ、この子どもたちが、主を、教会に集って、そしてこの教会で、主を本当に心を守られますようにあなたが導きください。お願いします。主よ、神様、シャノンが久しぶりに帰ってきて元気な顔を見せてくれて本当に感謝します。主よ、どうかあなたが、憐れんでください。主よ、子供たちを本当に守りください。お願いします。私たち大人がまた、あなたに会って主よ知恵をいただいて、主よ、この子供たち一人一人のために祈り、そしてまた本当に、一人一人のことを、主よ、温かく見守るものでありますように、主よ、どうぞ私たちに力を与えてください。主よ、本当にこのチャーチの子供たちが、主よ、本当に主を愛する子供たちとして導かれていきますようにお願いします。一切の悪しきものから守られますようにお願いします。今またこのグレースチャーチの、この教会において神様、あなたが触れてくださっていることを、主よ、
あなたがまた、素晴らしいことを行おうとしていることを主を信じます。どうか、あなたに道に委ねます。小さな群れですけど、あなたがまた私たちを使わせてください。必要な人のところに行かせてください。主を本当に一歩出る勇気を与えてください。そしてまた、このバンフ所にいるたくさんの日本人の人、主を本当に愛を届ける勇士として私たち一人一人立ててください。職場において、家庭において、主をまたあなたを、賛美し礼拝し、主を、あなたの愛を流すものとして一人一人を立ててください。お願いします。神様、賛美チームありがとうございます。主を、主はあなたにあってもっともっと洗練されて、もっともっと整えられて、主をまた新しい賛美が生まれます。主をどうぞこの賛美チームを祝福してください。主をあなたの御心が天になるごとくこの地上でもなりますようにお願いします。主を本当に必要の金が全て与えられますようにお願いします。神様、主を私たちは、主をあなたの栄光を見たいと切に願います。主をあなたを褒めたたえていきます。どうぞ、一人一人、主をあなたの御手で守られ、主をどうぞあなたに感謝を捧げ、またこの礼拝、最後まで主をあなたの御手の中で、臨在の中で賛美を持って捧げることができますように、主をどうぞあなたが喜んで共にいてください。主をあなたに感謝します。主をあなたを愛し祝福し、またこの、感謝してイエス様に栄光を期して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。感謝します。さやかちゃん、かのちゃん、来てくれて感謝します。かずきも元気。今主の御前に賛美したいと思います。どうぞご起立ください。